便利に使って生活を豊かにしよう。博石優しいスマホ教室。今回は Google レンズの使い方を説明します。 Google レンズとは、調べたいものをカメラで撮ってインターネットで検索する仕組みです。まずは Google アプリを起動します。 Google の検索窓が出てきたら、右側にあるカメラのマークを押しましょう。 Google レンズが起動するので、さらに真ん中のカメラマークをタップします。カメラで撮影したものをインターネットで調べてくれます。画像検索の他にも、 Google レンズを使えば外国語の翻訳や画像の中のテキストの読み取りなどもできます。 Google レンズでいろいろと撮影して試してみてください。